皆さんこんにちは。残り少ない今年をいかがお過ごしでしょうか。ニューイヤーカップ1回戦シエロ対ジェフ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。さあ今年もニューイヤーカップ開催の時期になりました。この大会をどうご覧になりますか。ノックアウト方式のトーナメントですから、1試合目から全力でいかないとどのクラブも足元を救われてしまいますからね。短い期間で調子に乗れたクラブが優勝できますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。後半10分、ジェフ両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。レッドカードが出されました。小倉退場になります。現在のところ得点はありません。さて前半の試合展開をどう見られますか。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半38分、ジェフ。このまま試合も終盤に差し掛かろうとするところ、両者譲らず0対0のままここまで来ています。バシリエビッチ、うまくつないだ。後藤、マスロバル、ジョー、このままシュート、エクセレント、ビューティフルゴール。試合終了の笛が鳴りました。0対1、ジェフ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。トーナメントは実力だけではなかなか勝ち進めないものですから、仕方がないですよ。今日のことは忘れて、また来年このクラブの活躍を期待したいですね。